はいさい、山田バサラヤイビン。本日は気分的には久しぶりにですね、一人でユンタクのサラバンジ頼りでございまして、まあ昨日までね竹原ピストルと一緒にいましたのでですね、やっぱりあの彼はあの存在感がねでかいでしょ、声もでかいし、なのでね今日はまああの僕一人ではですね皆さんをねワクワクねさせることが心配だったので、今日はですね山田バサラと海を背景にねお届けするとですね最高の動画になるかなと思って、まあこの竹原ピストルとの2日間もですねたくさんお客さんも来てくださったのでね、感謝の気持ちを込めて沖縄の海からお届けします。そして今日はですね、まあ、あの11月30日ということで、11月を振り返るね YouTube 動画にサラバンジ頼りにしたいと思います。11月はですね、まあ、あのライブ自体はですね3本だったんですけれども、この3本がね僕にとっては非常に大事な、まあ大きなって言い方あれかな、大切なね、イベントでございまして、まあ昨日まではですね竹原ピストルと一緒にいてですね、ジュライ浦添のジュライさん、そして亡き人の温度さんでね2人で 2days やりました。そして11月の15日だったかなね、金曜日にはですね沖縄市ライブハウスジグザグで、魂さんね、先輩のですね魂さん、遠山隆文さんね、バンドはシャオロントゥーザスカイのですね魂さんとねツーマンライブをしました。竹原ピストルもねもうあの長いこと付き合いがね、まああって、そして魂さんもね付き合いが長くて、どちらもね、まあ、あのピストルは、まあ、皆さんご存知の通り竹原ピストルですよね。そして魂さんはですね、まあ、沖縄では本当に中城城をですね背景にですねグスクロックフェスティバルっていうのを企画して実際にね運営したというですね、まあ、あの伝説のイベントをですね作り上げたというね、先輩とご指名いただきましてですね、なんか僕自身からね考えてみたらですね、今回魂さんもピストルもですね一緒にやりましょうってねお願いしたんじゃないんですよ。魂さんはバサラ一緒にやろうぜってお誘いいただいて、ピストルもですねニーヤン2日間一緒にやらないっていう風にね、まあ、お誘いをいただいてね実現した今回のライブ、考えてみたらこのシュガーホール半年を切ったねこの時期にですねこの魂さんと竹原ピストルと一緒にライブをしたというのはですね、なんか僕がね狙ったわけじゃないのに非常にいいタイミングでね実現したなというふうに思いました。そして何よりですね僕自身はやっぱり先輩の魂さんとか、まあ紅白にまで出てるねピストルとね一緒にやるということで、いい意味でね自分をですね試すことができるチャレンジになりましたですね。結局誰と比較するんじゃなくて、俺は俺のステージをしっかり務めることができるかということをね試されたようなですねイベントで、まあ見てくださった方の中にはこの動画を見てくださった方のね中にはライブね見てくれた方もいらっしゃると思いますけれどもね、いいライブだったでしょね、僕はそう思うんですよね。自分のライブも良かったなっていうふうに思ってるんです。実はですねこの YouTube ではねお話ししなかったんですけれども、こんなことがあったんですよ。竹原ピストルとの2日間のねライブのね宣伝のためにねいろんなところ営業回りしてたんですね。チラシを持って行ってた。そしたらねとあるねカフェに入ったんですよね。とあるカフェに入った時にですねそのオーナーさんがねなんか急にね僕に声をかけてきまして、以前お会いしたことありませんかって聞かれたんですよ。いや僕は初めてだったもんで、いや初めましてですよっていうことを話したら、ちょっとねまあとある島の方でね、まあちょっとスピリチュアルな方なんですよ。スピリチュアルな方 でフライヤーをお渡しした時に、まあ僕のことも知らないと、で竹原ピストルのことも知らないという話だったんですけれどもね、フライヤーをねずっと見ていてですね、
竹原ピストルを見てですね、この方はですね、おそらく言葉に力があって、そのね、彼のパフォーマンス、それの彼の言葉に影響を受けてね、涙をするね、お客さんがたくさんいるんじゃないですかって聞かれたんですよね。いや、その通りですよって言ったんです。そしたらですね、山田バサラのね、フライヤーデザインを見てですね、バサラさんはですね、もっとね、自分のことを愛してあげてくださいって言われたんですよね。自分らしくね、自分のことを愛してやっていけばですね、自然と周りに人はついていきますから大丈夫ですよっていうふうに言われたんです。だから自分をね、愛してあげてくださいって言われたんですよね。それはね、結構今回のね、この11月のライブをね、なんか迎えるまでね、いい、なんていうのかな、いい、まあ、なんていうのかな、いいこと、いい、なんていうのかな、お知らせというかね、そういうようなですね、言葉をいただきました。結果的にね、なんかそれをね、頼りにですね、なんか自分をね、愛してあげるっていうことはどういうことなんだろう。自分を愛すっていうことは、仲間を愛することにつながるし、こうやって自然を愛することにもつながりますよね。また人を許すっていうことも愛すことかもしれません。そんなことを考えながらですね、11月やってきました。ずっとね、この11月ライブだけじゃなくて、仲間たちとね、営業回りしたり、シュガーホールコンサートに向けて頑張ってきております。引き続きね、ぜひ皆さん、協賛ね、スポンサーサラバン自体ね、シュガーホールコンサートに向けていろいろ募ってますのでですね、どうぞ皆さんよろしくお願いします。そして、本当にこのね、竹原ピストルとの2日間、お越しくださった皆さん本当にありがとうございます。はい、ということで現場からお届けしました。今日も一日サラバンジ、そして最後ね、ダイジェストで11月のね、なんかBGM に合わせてダイジェストで写真をですね添付していきます。楽しんでね。じゃあねー。島で生まれる未来をサラバンジ、太陽が照らすあなたの笑顔、波風とともに舞う鼓動に心を揺らして一つに。